どうも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 、アベダス TV のアベダスでございます。はい、やってまいりました。今日はですね、とあるちょっと企画をやろうかなと思うんですけれども、梅雨って暑くてね、もうジメジメしてるんですよ。で、梅雨って皆さん疑問に思いません？なんか梅に雨って書いて梅雨って読むじゃないですか。なんで梅って書いたんだろうって気になりません？そう、気になったんですよ。で、調べたら中国かどっかから来た言葉らしいんですけど、中国の方でなんかその大体雨の時期、まあ今ぐらいの時期に梅がこう熟す時期だから、まあ梅の字を使うみたいな、なんかあって、で実際なんか、まあ日本でも梅の旬の時期がまあ6月7月らしいんですよ。で、今朝ですね、ZIP を見てたんですね、日テレの。で、そしたらですね、その、まあ、実際梅の特集をやってまして、でその梅の特集でですね、なんかその梅に合う食材は何なんだみたいなやつをやったんですよ。まあなんかその食材の中、そのやつに詳しい人がこうなんかこれは合います合いませんみたいなやってたんです。で、なんかちょっと面白いなということで、で YouTube の方でそういうのやってんのかなと思って調べたら、 YouTube の方であんまやってないんですよね、実は。ちょっと意外だったなと思って、で、まあ、今回ちょっと僕それやってみようかなと思いまして、今日撮影をしております。で、 ZIP の方でやってたのは、まあマグロやら、あとはなんだうなぎやら、あとトマトとか野菜とかいろいろこうあったんですよ。で、これ出てねえなっていうのがあったんで、ちょっとそれをね5つ用意して買ってみましたので、ちょっと試してみたいなと思います。まず梅、こいつよいしょー、はい、これローソンで売ってる梅。これなんかうまそうだな、この梅。ちょっと普通に1個食っていい？ちょっといただきます。これ梅、ローソンの梅ね。これなんて書いてあるの？南高梅干ししそ漬け。いただきます。うん、おいしい。なんか塩気もちょうどよくて、ご飯にも合うし、まあ、そのまま食っても美味しい度合いの塩加減ですね。さあ、でこちらの梅を使ってですね、まあいろいろなこう食材をこうガッチャンコさせて、美味しいか美味しくないかっていうのをちょっとやっていくんですけれども、まあ、今回その5つ、まあ、買ってきましたので、その5つをちょっと1個ずつ試していきたいなというところではあるんですが、まず1つ目、これからいく？これからいこうか。はい、ローストビーフですね。はい、ローストビーフ、お肉です。で、今回このソースついてるんですけど、ソースつけないでこのローストビーフ、お肉でそのままいきたいなと思います。はい、こちら、はい、こちらですね。で、梅、これを乗っけていきます。でも意外とこれみんな試したことないかもしんないよね、梅となんか食材をこうガッチャンコするみたいなやつ、意外とやってないかもね。みんなどんな味になるんだろう。なんか皆さんもちょっとその想像しながらちょっと見てみてください。はい、じゃあこれ梅ね、梅乗っけます。ジュッ、はい、ちょっと色がちょっと似てて、だから若干同化してるんだけど、でこれ食べますと。で、早速まず第1品目、ローストビーフと梅、こう合うかどうか食べてみたいと思います。うん、グー、合う。さっぱりしててうまい。なんかさ、うまいわ。お酒のおつまみって感じだね。お肉だから、まあ、ローストビーフしてそんなに脂っぽい感じはないんだけど、なんかその肉肉しさをこう限りなくこう抑えてくれる感じで、このローストビーフの自体があれかもしれない、ちょっとハムっぽい味かも。うん、ちょっとハムっぽい味なんですけど、梅のこの塩加減とさっぱり酸っぱい感じがね、結構いい感じにマッチして美味しいです。これね、お酒のおつまみに合いそうなんで、ぜひちょっとやってみてください。これはうまい、これは美味しかった。次はこれ、こうか。はい、こちらロックピーチーズ、チーズですね。なんかクリームチーズやってたんですけど、普通なチーズやったらどうなんのっていうどうなんのっていうので、ちょっとやってみたいと思います。普通に食えるんだけど、なんかこれだけをずっと食べるみたいなのできなくて、なんかワインとかじゃない、一緒じゃないと食えないですよね。だもう今回この梅が合うんだったら、これもう革新的なもうやつでずっと食ってられちゃうってことでしょ。はい、チーズ、チーズオンザ梅、いただきたいと思います。どうなんだろう。美味しいっちゃ美味しいんだけど、なんかね、さっきのローストビーフと比べちゃうと、ちょっとなんか融合しきれてない感じはあるな。何なんだろう。美味しいは美味しい、美味しいは美味しいんだけど、最初口に入れた瞬間なんかね、すごいチーズと梅が本当に別々って感じ。何なんだろう、何が違うんだろう。一応点数つけとく、点数つけとくか。じゃあ ローストビーフ何点でしょう。10点満点中にしようか。10点満点中ローストビーフはまあ9点かな。9点で、ロックピーチーズ、これはね、5点かな、5点です。美味しいっちゃ美味しい、美味しいんだけど、ちょっとイマイチなところが若干ある。
なんか混ざりきれてないところがあるし、あとはまあちょっとその好き嫌いがこうはっきりしそうな味でした。まあ、チーズ自体もね好き嫌いありますからね。まあそういう感じかな。はい、じゃあ次。残り3つなんですけれども、ここからですね、今までは普通にこうしょっぱいこういうね、本当にもうお料理の食材じゃないですか。なんですけど残り3つはですね、ちょっと攻めました。攻めたものを用意しました。だからちょっと怖いです。怖いんですけどやります。というわけで出していきましょう。ででん、はい、チョコレートでございます。なんでチョコ買ったんだって話なんですけど、チョコレートさ、なんかオレンジとかさ入ってたりするチョコとかさあるじゃん。あれも一応酸っぱい系に入るじゃん。だからその酸っぱい系とその梅干しのその塩がこチョコとどうなるのかっていう、のが気になったし、もしかしたら合うかもしれない、若干期待しているっていうもので買いました。これがちょっと合えば結構面白いんじゃないかなと。受けて梅干し多分乗せすぎ良くないです。わかりづらい。こんな感じ乗っけました。チョコオンザ梅。これちょっと意外な組み合わせだよね。これうまかったら多分ねバズるよ。自分で言っちゃう。じゃあいただきます。落ちたやー、うそー。はい。はい、じゃあちょっと気を取り出し、これね、はい、これ持ちづらいな。じゃあいただきます。チョコ、ん？ん？あれ？美味しいかも。最初ちょっと怖いと思ってなんかうんってこうやっちゃったんだけど、意外とうまいかも。ちょっともう一回、意外とうまいかもしんないぞこれ。新たな発見だ。あれ美味しいかも。こいつ美味しいかもしんないぞ。あれちょっと思ってたのと違うな。何なんだろう。あ、わかった。北海道のさ、千歳に売ってるさ、チョコのポテチ、チョコのコーティングされたポテチあるじゃないですか。あれにちょっと似てるのかもしんない。最後、後味が。もちろん最初、口に入れた瞬間は、固形と固形だから、それぞれが乗っかってるだけだから、なんかね、最初梅来るの。梅が来て、その後噛んでいくうちにこう、チョコのね、カカオが来るんだけど、その間に、なんかね、余計なチョコのなんかその、甘ったるい感じが、一切ないの。むしろなんかカカオの旨味みたいなのがなんかすごい増幅されてる気がして、意外とうまいかもしれない。意外とうまいかもしれないぞこれ。ちょっとこれうまいぞ。え、ありだな。びっくりした。じゃあちょっと点数つけましょうか。お、どうしよう。そう、8点。8点。これ意外とうまいぞ。あのね、まあ言うてよ、最初期待してますとか言ってたけど、ぶっちゃけ俺これ合わないと思ってたの。そう、合わないと思ってたの。合わないと思ってて、そうで、ちょっと期待してます、うまそうですっつって、こう合わないと思ってこうリアクションを取る準備をしたの。なんだけど、あれこれ意外にうまいぞってなって、ちょっと変な感じになっちゃったんですが、うまいです。美味しいです。ちょっと気になるわ、試してみてください。さあ残り2つとなりました。クッキー、お菓子です。これもねテレビでやってなかった。ここら辺もテレビでやってなくて、ちょっとどうなんだということでちょっと買ってみました。でクッキーなんかさ、特にね、生地でただ甘いみたいなところあるじゃん、若干。ちょっとクッキーをバカにしてるわけじゃないんだけど、まあシンプルな味ですね。まあクッキーに関してはシンプルな味なので、それに対して梅がくっついたらどうなんのっていう、ところになってくると思いますので、知りたいと思います。普段俺あんまクッキー自体をあんまり食べないくて、どうなんだろう。はい、こうやって乗っけまして、はい、これ乗っけまして、食べたいと思います。梅が強い。梅が強いな。クッキーの、なんだろう、なんかクッキーがかき消されてる気がする。クッキーの食感した梅みたいな。そんな感じ。なんかクッキーの味の要素が限りなく薄いですね。なんかちょっとクッキー合わないな。まあ、一応点数つけましょうか。点数はですね、3点です。さあ、そして最後、私が買ってきた梅に合うんじゃないかという食材ですね、はこちらでございます。ででん、はい、ヨーグルトでございます。ヨーグルト、バニラヨーグルト、パッツァパッチュパッシュペペ。でバニラヨーグルトはですね、こいつと梅がこうどうリンクするのかっていうのが非常に気になったので、ちょっと買ってみました。やってみましょうか。でもね、梅、こうヨーグルトの中に梅突っ込むわけにはいかないんで、ちょっとまずヨーグルトすくってですね、その上にかけていきたいなと思います。うわ、怖えこれ。ただでもヨーグルトってもともとちょっと酸っぱい感じはするじゃん。だから意外と酸っぱいで合うかもしれない。それはあるかもしれない。
ちょっと期待してます。これね、梅オンザヨーグルトいただきたいと思います。合わん合わん、合わないぞ。なんでだ、なんでだ、何が悪い、何が悪いんだ。もう一回食べます。合わないな。なんかね、ヨーグルトが強い、ヨーグルトの味が強すぎて、何なんだろう。混ぜた方がいいのかな、ちゃんと混ぜた方がいいのか。分離しちゃってる感じがする。ちゃんとね、ドロドロにしてこれでいただきたいと思います。しょっぱしょっぱいヨーグルト最後点数いきましょうか。バニラヨーグルト点数10点満点中、まあ、4点。はい、というわけで今回梅を使ってですね、さまざまなこう5つの食材を使ってですね、まあ、ドッキングして、美味しいのかっていう動画をちょっとやってみました。で、まあ、意外にもね美味しかったりですとか、もともとこう食材自体がね、あのそういうの合いそうな食材だったりとかもするので、まあ、美味しかったりとかもするしました。実際気になった、まあ、組み合わせがあったらですね、あのこれコンビニ全部買えるので、あのコンビニ行ってちょっと買ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、他にもいろんな動画上げてますので、ぜひそちらも見てみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。